柴田駅。柴田駅は、新潟県柴田市諏訪町一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。上越本線を所属線として、当駅を終点とする白新線を加えた2路線が、乗り入れる。1925年、大正14年から1984年、昭和59年まで、赤谷線も乗り入れていた。 短式ホーム一面一線、一番線とその、新潟寄りに設けられた切り欠き式ホーム一線、0番線、島式ホーム一面二線、2.3番線を持つ、地上駅。両ホームは、地下通路で連絡している。終日社員配置駅。駅舎には、緑の窓口、スイカ等の IC カード対応自動改札機、指定席券売機、自動券売機、待合室。 デイリー山崎 JR 柴田駅店、スイカショッピングサービス利用課などがある。かつては、校内で、オスク、柴田三新券が運営する、駅弁売店や、立ち食いそば店が、デイリー山崎部分には、JR 東日本系のコンビニ、JC を経て、イートインコーナーを備えた、山崎製パン系のパンが存在した。現在は、立ち食いそば店のあったところに、柴田市、 コミュニティバス、柴田市市街地循環バスの共通回数券などを販売している観光案内所とコインロッカーが設置されている。駅舎は正面口にのみあり、改札口から直接東口へ出ることはできない。駅の東側へは、駅舎外、右手にある地下自由通路を経由する。現在、JR 貨物の駅は臨時車扱い貨物の取扱い駅となっており、 貨物列車の発着がなくなっている。かつては3番線外側にある側線から駅の東にある電気化学工業柴田サービスステーションへ至る専用線が分岐していた。そのためあたり駅には大見駅からセメントが到着していたが2002年平成14年3月頃に廃止された。また駅舎北側の線路に沿った場所には 有害者用の貨物ホームが1980年代まで置かれていた。その他、以下の専用船が存在していた。当駅で駅弁の販売は行っていない。かつては、柴田三神圏が駅弁、エビ寿市すき焼き弁当などを製造、販売していたが、1995年、平成7年に当駅での駅弁販売を取りやめた。柴田三信圏は、その後、 駅構内の区画整理のため、新潟駅に移転、さらに1999年、平成11年には、系列の三神県と共同で、新津駅東口近くに事務所、調理場を設けた。柴田三神県としては、新潟駅のみで駅弁の販売を行っている。2017年、平成29年度の1日平均乗車人員は3595人で、ある。 近年、利用者数は減少傾向にあり、特に2014年度は大幅な減少となった。柴田市はもともと柴田城を中心として、中心市街地が形成された城下町で、明治時代以降は、この柴田駅西側を軸に市街地が広がった。また、大正時代に入り、1918年、 大正7年には駅そばで大倉製紙柴田工場が創業を開始したことも相まって人的、物的交流がさらに盛んになった。しかし高度成長期を境にモータリゼーションが急速に進捗し、また1981年、昭和56年に大倉製紙が柴田工場を閉鎖して撤退したのを境に、旧市街地は急速に衰退。市郊外には、 その後、柴田バイパス、柴田南バイパスなど幹線道路の周辺に、ロードサイド型店舗や、コモタウン、イオン柴田ショッピングセンターなど、大型ショッピングセンターが、相次いで出店し、一方で、この間に、旧市街地は、地元デパートの早川本店をはじめ大英金ネ大、芝田店、ジャスコ柴田店等の大型店が、相次いで閉店したのに加え、商店街の店舗も閉店が、 相次ぎまでは、シャッター通りとなり、さらに、大倉聖子撤退後の有給地も、具体的な活用策が長年決まらないなど、徐々に空洞化が進んでいた。また、急速な宅地化によって住宅が密集するなどして、防災上の問題が生じたのに加え、駅周辺も駐車場が不足して、交通量の増加に対応しきれなくなるなどといった、状況に陥りつつあった。 こうした中、老朽化が進んでいた新潟県立柴田病院、当時中央町の柴田郵便局の前に、立地2006年、平成18年11月1日現在地へ移転の旧大倉製紙工場跡への移転、新築が決まったのに合わせ、柴田市では、駅前周辺地区の大規模な区画整理を行う再開発事業に着手。 芝田駅と県立病院の予定地を中心とした地区で老朽化が進み密集していた店舗、住宅を撤去し、区画を整理して道路を増設したほか、駅前広場の拡張などが行われた。芝田駅では、この間、同年6月にロータリーを一旦駅舎北側、村上より、旧貨物ホーム跡へ仮移設。駅正面の広場にロータリーを設け、バス停留所や、 タクシープールを新設するなどして、8月から順次、共用を再開した。市では今後、駅前周辺を、城下町を強く意識できる風景に整備していきたい、している。また、柴田駅舎もすでに老朽化して狭まりなりつつあり、改札口が正面口側にしかないため駅裏側からは、利用しにくい構造となっている。さらにエレベーターやエスカレーターが設置されておらず、 バリアフリー化整備は未着手である。市では近年協定駅舎への改築も含め、駅舎の改修、改良について議論を進めてきた。その結果、協定駅舎への改築が一旦決まったものの、2010年11月の柴田市長選挙では協定化計画の中止を掲げた二階堂薫が当選。JR 東日本新潟支社に対し計画の 結回を報告するとともに、駅構内のバリアフリー化を検討するよう要請した。これを受けて、JR 新潟支社は、駅構内の地下通路、駅舎及び0.1番線側、2.3番線側の2カ所にエレベーターを新設する計画を立案、着工し2015年2月27日より共用を開始した。駅前は、柴田市の中心街、駅舎正面から北西へ、 まっすぐ伸びる県道32号駅前通りを中心とした商業地は柴田駅前通り商店街となっている。駅東側へは駅舎横の地下通路で連絡している。東口側にはロータリーが設けられており、周辺には新興住宅地が広がる。駅前ロータリー内には新潟交通観光バス、泉観光バスと柴田市、コミュニティバス、 新潟交通観光バス NPO 法人7用のバス停が設けられている。以前は、柴田駅前には一部のバス路線が乗り入れるのみだったが、2007年、平成19年8月1日に、ロータリー内にバス停留所が集約され、また、柴田市中心部を発着する全路線がこの、ロータリー内経由するようになったことから、相互乗り換えが容易になった。また2006年、 平成18年10月1日より、梶川、菅谷方面の一部路線が、新潟交通北、当時から、住民組織による NPO 法人7用が運行する柴田市、コミュニティバスに移管された。また、イオン柴田ショッピングセンターへの無料シャトルバスが、運転されていたがこちらは、柴田市が運行する、町地巡環バスに移管されている。 2018年4月現在の運行路線は次の通りである。突起なき路線は新潟交通観光バスによる運行。詳細な運行情報はバス、柴田市を参照。運は、土休日運休。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。